それをみんな自分の限界を決めてしまって挑戦することはやめてしまうんです。だから夢が叶わないなんてことになるんです。基本的にはですよ、ゼロとは僕は言わないと思う、言わないですけど、天才なんかこの世の中にほぼいないと思います。で、才能の差は若干なりともあるというのも認めます。ただ若干でしょってことを僕は言いたいんです。ライオンとね、格闘するわけじゃない、馬とね、競争するわけじゃない。あいつが別の生き物だとか、あいつだからっていう考えは馬やライオンにすればいいんです。そんな天と地がひっくり返るほどの差はないでしょって。だから僕よりも才能のある選手に僕は今までも勝ってきたし、なぜならそんな差はなかった。でもその差を大きいと見るか、超えられるものと見るかは自分次第なんです。それをみんな自分の限界を決めてしまって挑戦することをやめてしまうんです。だから夢が叶わないなんてことになるんです。夢が叶うとは、僕は子供たちに言ったことはないですよ。大きな夢を持ってくださいと僕はいつも言うんです。なぜそれを言うか、絶対に叶うっていうふうには僕は言ったことも一度もないし、ただ頑張れば叶う可能性があるわけです。で、頑張るということは自分で決められるの。頑張るか頑張らないか。だから叶う可能性を、その夢を叶える可能性があるかどうかはあなた次第ですよっていう、常にチャンスはその本人本人にあった方がいいと思います。ただもう頑張るつもりがないなら夢は叶うわけない。僕はどんな人にも、どんな位置に今いる人でもチャンスはあると、それを目指すかどうかは明日からじゃなくて今日決めるんです。やれることは今日からあるんです。